散布する作業、肥料を撒いたりとか農薬をかけたりする作業で、撒いた跡が見えないので農薬どこまでかけたらいいか、重なりこの辺かなで出したり止めたりとか、撒きすぎちゃったりとか、変形してる畑が多くてカーブがすごく多いので、いかに等間隔でうまく走るかっていうのがすごい難しいです。そんな悩みを手軽に解決するのがアグリバスナビ。今まで農作業の課題だった農業機械がまっすぐ等間隔に走ることを実現しました。農業情報設計者のアグリバスナビはトラクターなどの農業機械に搭載して、畑や田んぼなどでまっすぐ等間隔な作業をアシストする運転支援アプリです。Android のスマホやタブレットを使った、いわば農業版カーナビアプリ。どこまで作業したかが分かり、ガイドラインに沿って走るだけで、誰でもまっすぐ等間隔な作業を行うことができます。アプリは Google Play からダウンロード可能、無償での利用も可能です。これまでの GPS ガイダンスシステムと比較して、大幅な低価格化を実現しました。トラクターなど農業機械への設置も簡単です。取り付け器具でスマホやタブレットを固定し、アプリを起動。電源確保も忘れずに。走行しながら基準となる A 点と B 点を指定するとガイドラインが表示されます。あとはこのガイドラインを見ながら走るだけ。ガイドラインに合わせて走るだけ、すごく楽です。畑を U ターンするときにすぐ次の隣に入らなくても、間間隔を空けて畑をぐるぐる回れる。本当にすごく楽ですね。トラクターにも優しいですし、人間も非常に楽です。新しいものを買わなくても自分の持ってるものでアプリをダウンロードして使える、すごくいいところだと思いますね。アグリバスナビはお手持ちの Android のスマホ、タブレットにアプリをインストールすることでご利用になれます。無償でご利用いただけるフリープランに加えて、スタンダードプランをご用意しており、アプリ内で購入することができます。スタンダードプランでは畑の高低差や走行速度を色分けして表示記録ができるほか、曲がった畑でも効率的に作業ができるよう曲線ガイダンス機能がご利用可能です。この安くていいものをこれからどんどん良くなるのに期待して、たくさんの人に教えてあげたいですね。